久しぶりに作ったディモルフォセカのハンギングです。作ってるところの動画は失敗しました。もう一つボタンを押さないと録画にならなかったの残念。ディモルフォセカっていうのは加湿に弱くって水はけの良い土が好き、そしてお日様が大好きなので、こういうハンギングには向きます。でディモルフォセカに小花の忘れな草が入ってます。このぐらいでいいんじゃないかな。いい感じに植わってます。これは普通のディモルフォセカがこういうの、こうよく見てもらうと花びらが細い。でこれがお日様のマーチです。お日様のマーチがこれとこれ、黄色とオレンジ、お日様のマーチを一つずつ植えてます。生産者がね、こういうのが一人ね、それでお日様のマーチっていうのは石田園芸さんで、これはねちょっとまた別の時に買ってきたやつのような気がします。うん、すごくビタミンカラーで元気が出てよくできましたって感じですね。このねカメラがまだ信用できない。かわいいね、白いシレネ、根っこはこんな感じ。ハサミで薄く一皮むきました。忘れな草、もう一個忘れな草、根っこ割としっかりしてます。赤いアネモネ、キューケラ見て2株ある。夢見るパンジー、うん、可愛くできたと思う。シレネと忘れな草と夢見るパンジーが入った、ナチュラルな寄せ植え。このアネモネが真っ赤っかだから、ナチュラルって思うかもしれないけどね、可愛いじゃないですか。アネモネは結構好きです。忘れな草にシレネ、対象の位置に忘れな草、ヒューケラが入って夢見るパンチ、アネモネ、結構かわいい。ボロニアピナータ、こういう樹木系をいじってるといい匂いがします。なんかシトラス系、葉っぱ、樹木の香り。ボロニア可愛いですね。
ボロニアが可愛いので色を抑えて白のバーベナ、アキラもちょっとおとなしめの色、忘れなぐさ、ようやく花が上がってきたパルムディレーヌ、これももうちょっと早くね出てきてほしかったんだけど、農家さんが頑張って作ったけれども花上がりが悪かったらしいです。天候不順かな。ジュリアン優しい色、ボロニア、ピナータ、バーベナ、オステオスペルマム、パルムディレーヌ、忘れな草にジュリア、ちょっと大人っぽい、今日は寒くもなくいいですね、こういう風もないしゾクゾクしてこない。仕入れを週1にしてるので明日ようやく仕入れです。やっぱり仕入れに行くと半日潰れるので、ちょうどいいですね週1が。でもまあ天気があんまり良くなかったから、その有効な時間を活用することがあんまりできなかったんだけど、ちょっとね具合が悪いところがあって病院に行って、そしたらね骨密度を測った方がいいって言われて、骨密度測ってきたら 100% とか 120% とか、同世代的に見るとだから骨はいい骨してますねって言われたんだけども、血圧が高くて、私今まで120の80とかでいいですねって褒められてた記憶しかないので、なんでそんな高いの思って、お医者さんに言ったらね、白衣高血圧とかって病院だと高く出ちゃうっていうのがあるから、血圧測ってみなさいって言われて、血圧計をアマゾンで早速買って、で昨日と今日今朝と測ったんだけど、やっぱりあんまり良くない、150、上が150とか下が100とか、なんか元気が取り柄だったのに加齢によるなんかでしょうか。まあ子供が肉体労働 なのでがっつり系のご飯のおかず、お肉とかね、そんなの揚げ物とか食べてたからかもしれないので、薬を飲むとかじゃなくてちょっと食事で改善していこうと決心しました。なんかお酢がいいらしい、朝と晩に2回ずつ血圧を測れって言われてるので、1ヶ月ぐらいはちょっと焦らず血圧を測りながら食事を気をつけていこうと思います。真ん中にネモフィラ、青いお花がいいんだけど、今日はなんか忘れな草の気分、伸びてきてるのも可愛いし根元も可愛い。まあ伸びてきてるのはいずれの枯れっぱなになるやつなんだけどね、花が終わったらカット。これはオレガノ、根っこがびっしり、これは庭とかに植えちゃうとはびこります。強いのでね寄せ植えのグリーンに入れますけども、伸びてきたらハサミでちょきちょきカットしてください。血圧計は上腕式っていうのと、
手首式っていうのがあるんだけど、私は手首式にしました。お医者様には上腕式を買ってくださいって言われたんだけど、絶対に続かないと思って上腕に巻いて朝晩朝晩測る、セットするのがめんどくさい。やって1週間かなっていう予感しかしないので手首式を買いました。コンパクトだし、操作もそんなに難しくない。で、手首式は正確に出ない、いろいろ調べても手首式は正確に出ないとか、医療機関では上腕式を推奨してますとかっていうのが出るんだけど、それにしちゃ手首式がいっぱい売ってるんですよね。で、手首の方が安い。でもちゃんと言われてるように測れば正確に測れるみたい。心臓の位置に当てて測るのが正確みたいです。これがオステオスペルマム、ポンポンデージー。見てこの可愛い色、バコッパ、ピンクのバコッパ。で、忘れなぐさ、これがオレガノにパルムディレーヌ。ブルーデージー、こういうのが終わっちゃったお花。これつけとくと綿毛になっちゃって、タンポポみたくな綿毛になっちゃうので、切った方が私はいいと思います。これがね、レースラベンダー、同じくブルーのお花です。かわいいよね。これが青のバガベナ、忘れなぐさ。ここまで全部青です。匂いスミレ、この子も青。青いネモフィラ、全部ブルー。ブルーの小花の寄せ植え、全部小花ですね。ブルーデージー、フェリシア、レースラベンダー、バーベナ、忘れなぐさ、ネモフィラ。ここにね、これが匂いスミレ、この色のオステオスペルマムはあんまり入ってないので使います。M&P フローラのアキラグランドキャニオンミックス、ね、こんな色。何色って言うんだろう、この茶色。これがリナリア、リナリアの方がちょっと背が高い。これよく見るとね、このお花が少し傷んで、少し気になる。2.5寸のデージー、葉っ
葉が傷んでるところだけ取ってます。これがフリンジビオラバレリーヌのチュチュ、これもポットのままで置いてあったんだけど、割と徒長せずに株もしっかりガチガチ、いい株です。バコパかわいい。ここに3個はね、バレリーヌのチュチュを使ってるんですけど、お店の手前に置いてあったのでそのままちょっとしばらく放置してあったので使っちゃいます。いい苗ですね。これがリナリアオステオスペルマムバコッパバレリーヌのチュチュで、ポンポンデージ。ちょっとお日様が陰ってきた。何時だろう。